ジョンジョンジョンアレクサンダーフローレンス、ジョンジョンジョンアレクサンダーショレンチェ、1992年10月18日生まれ、は、アメリカのプロサーファー、同時代で最もハイ的なパイプサーファーの一人、として知られ、2017年のワールドサーフリーグメンズチャンピオンのタイトルを獲得したことで、現在はアーチライバルのガブリエル・メディーナと世界タイトル数で互角となっている。ハワイ出身のサーファーとしては、 コアンディアイアンズ以来の世界タイトルをバックツーバックで獲得したのは彼が初めてである。丸オいタちハワイのホノルルで、イワン、ネイサン・フローレンスの3人の子供の長男として生まれたフローレンスは、ハレイワのバンザイパイプラインの海側の家で育った、サーァーである母レクサンドラにサーフィンを紹介されたのがきっかけ。 母親の助けを借りて、生後6ヶ月の時に初めてサーフボードに乗り、5歳の時には一人でサーフィンを始めた。弟のネイさんは2018年の予選を経て、現在はビッグウェイブワールドツアーに出場している。2019年にローリンクリブと結婚。父親が大統領である間、メディアから、ジョンジョンジョン。 と呼ばれていたジョン・ F ・ケネディ・ジュニアにちなんで名付けられた。マルキャリア13歳のフローレンスは、4フィート11インチ、体重85ポンドという若さで、ハワイで開催される3つのビッグウェイブサーフィンコンテストであるバンズトリプルクラウン・オブ・サーフィングに史上最年少で出場したサーファーとなった。 彼は、それまでに2003年ファースト NSSA ネイショナルズオープンミニーグロム、2005年ファースト NSSA ネイショナルズオープンボーイズ、2005年 NSSA オープンボーイズ、エクスプローラーメナヒューンチャンピオンの5つのアマチュア賞を獲得していた。1回戦は、パスできなかったが、フローレンスの20歳年上のプロサーガー、シエンドリアンよりも高いスコアを叩き出した。その後、フローレンスは、 彼はかなり怖かったが、彼はどのようにして満足していたと述べた。フローレンスがまだ若かった頃、プロサーバーのケリー・スレーターは、 ジョン・ジョンは今まで見たことのないようなノースショアの波を知っているだろうと言っていた。ワールドサーフリーグ WSL に参加し、世界のトップサーファーと対戦して以来、フローレンスは2011年に34位、2012年に4位、2013年に10位、2014年に3位、2015年に14位にランクインしている。フローレンスは2016年の WSL チャンピオンに輝いた。 フローレンスは2014の2015年に名誉あるサーファーポル賞を受賞。ボルコムパイププロでは驚異的な4回の優勝を果たし、このコンテストのオールタイムルーラーと宣言されています。2011年、フローレンスはパイプラインでの波乗り中に背中を骨折、また手首の骨折、足の骨折、腕の骨折、足首のうつぼたい断裂も経験している。 2014年のビラボングプロ t h u 2オーバーフローレンスのパフォーマンスを目撃したサーファーのミッチクルーズによると、彼は波の大きさや小ささに関係なく、簡単にバカに見えるようにしてくれる。彼はそこにいる男であり、ラインを支配し、みんなをバカにしている。彼は男であり、私たちのほとんどはそうではありません。フローレンスは2011年と2013年にバンズワールドカップオブサーフィングで優勝。 彼はこの栄誉を獲得した最年少の出場者である。2014年10月にはクイックシルバープロフランスで優勝。2015年2月、フローレンスは2015年のボルコムパイププロで優勝し、このイベントでは5年ぶり4回目の優勝を果たした。 フローレンスは6歳からオニールでサーフィンをしていた後、2013年にスポンサーを変更し、ハーリーインターナショナルに加入した。趣味はスケートボード、スノーボード、絵を描くこと。2020年1月27日、ハーリーのオーナーであるブルースター・アライアンスがジョンジョンの契約をオークバックし、200万ドルのバイアウト契約を提示したことを受け、ジョンジョンはハーリーを退団することを発表した。現在はスポンサーになっている。 スタンス、フューチャーズ、ニクソン、ダカイン、クリフバー、エレクトリック、イエィ、ピッツベルのサーフボード、2016年2月25日、フローレンスは、エディー・アイカウを追悼して、ワイメア・ベイで開催されたザ・エイジエク・ウィクシルバー・ビッグ・ウェーブ・インビテーシャナルで7年ぶりに優勝した。彼は、このイベントで優勝した数少ない9人のサーファーの一人である、2016年5月、ブラジルのリオデジャネイロで開催された、オイリーオウプロウで優勝。 2016年10月25日、ポルトガルで開催されたミーオウリップ・カーラル・プロン・オーダー・フローレンスが優勝した、ラウンド3でガブリエル・メディーナ、準決勝でジョーギ・スミスをアウトにしたサーガーのエリミネーションで、運命の結末を迎え、ワールドタイトルをクリンチしました。ポルトガルでタイトルを得ったのは2011年のスレーター以来、誰もいない。 2016年シーズンに絶対的な支配力を発揮したジョンジョンは、新コーチのロス・ウィリアムズと共に、2017年シーズンに再びゲームをアップさせた、ジョンジョンの1年を通しての強力なパフォーマンスにより、 彼は再びトップの栄誉を手にするための明確なお気に入りとなった。2017年12月、フローレンスはパイプラインで2年連続のワールドタイトルを獲得し、イベントではジェレミー・フローレスに次位となり、絶望のパイプラインマスターズタイトルを少なくともあと1年は手にすることができませんでした。